今日はありがとう。すげえ。めちゃくちゃね。おめでとう。おめでとう。おいし。みんながみんながよく知ってるか、これだから知ってる人いたら一緒に歌ってくれよ。Yeah!
ほら、俺は剛さんの大ファンなんですよ。あ、そうか。うん、なんだ、握手かサインか。あ、いや、どっちもいらないっす。そうか。俺はもう剛さんと同じ鹿児島出身なんですよ。そうか。じゃあ俺とお前はもう兄弟みたいなもんだな。はい、俺もう本当に剛さんのことは大好きで本当に大ファンなんですよ。あの曲いいっすよね。あの曲あれ何でしたっけ、あのほら、あのコツコツとアスファルトを刻むやつ。あ、それはお前トムじゃねえか。俺の代表曲じゃねえか。ああ、そうですそうです、トムです、トムです。あのイントロからいいですよね。あの何でしたっけ、あのイエイ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 でしたっけ。おいおい、イエイイエイじゃねえだろ、ボーボーだろう。そんな浮かれた曲じゃねえよ。あ、すいません。あとあの曲好きなんですよ。あの曲は、何したっけ、あれろくなもんじゃないよでしたっけ。おいシャーバレー、ろくなもんじゃねえだろうが。あ、すいません、そうでしたっけ。そうだよ、なんだよお前、ろくなもんじゃないよって。お前、男は辛いよみたいに言っててねえよ。あ、すいません。あれも、あの曲もイントロがいいですよね。何でしたっけね。イエイ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 。おいおい、ピーピーピーだろわ、ピーピーピーだろわ、バカだね。そうでしたっけ。あの曲大好きなんですよね。あの、何でしたっけ、あれですよね、ルンですよ、ルンルンですよ、まあ、あのルンっていう曲。おいお前、ランって言うんだよ。RUN って書いてランって読むんだよ。あれランって言うんですか。俺ずっとルンって言ってました。お前ちょっと英語くらい勉強してくれ、バカだね。お前本当に俺のファンだろ。まあ、俺も本当に剛さんの大ファンなんですよ。俺もあの昔の曲も好きなんですよ。あの昔の曲あれ何でしたっけ、あれはうんこですよ、うんこ。あれほら、あれですよ、おーうんこ、君の名を呼べば僕は悲しい。おいお前、それ中古だろ、わくれ。すいません本当に俺のファンだ。あ、すいません、俺本当はエグザイルのファンなんです。おいお前ってやつは本当にろくなもんじゃねえ。